今日は怒ったり興奮したりして鼻息が荒くなってる友達に向けて使える言葉やツッコミをやっていきます。いや、隣にイノシシいるのかと思ったわ。鼻息荒、蒸気機関車かと思ったわ。空腹の豚か。東京マラソン完走後に来たんか。発情したゴリラ。ドーピングして副反応でも出てんのか。初めてエロ本見た中学生か。薬でもやってんのか。威嚇する野生動物か。アスリートの試合後か。拷問でも受けてきたんか。でっかい鼻くそ詰まってんのか。鼻の奥に詰め物してんのか。なんかのトラウマでも蘇ってんのか。お前の鼻息アメ車ぐらい排気量あるな。ジムで追い込みかけるジジイか。性欲のピーク限界突破してんのか。性欲高まりすぎて鼻から漏れてるやん。初体験の夜か。鼻息荒すぎて周りの人間後ずさりするわ。犯罪的な鼻息遣い。大型犬みたいな鼻息遣い。飯に毒でも盛られたんか。毒キノコでも食ったんか。酸素ボンベしてたら1分持たないわ。その鼻息で風力発電に少しでも貢献してこい。アスリートなら薬物検査されてるわ。その鼻息のまま外出たら逮捕されるわ。その鼻息で電車乗ったら即通報されるわ。今お前の鼻と自転車のタイヤ繋げたら空気すぐパンパンになるわ。以上です。よろしければコメント欄に友達が鼻息が荒くなった時に使える言葉やツッコミ、たとえツッコミがあればぜひコメント欄に書き込んでください。面白かったものは後でまとめて動画にしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。